中から76年当時、多くの命が失われた、延岡大重ねで、焼夷弾の爆撃から生き延びた当時20歳のアリシャが空襲の恐ろしさを語った。今から80年も、前の宮崎県延岡市街地、ベンベルク工場の煙や建設中だった、阿賀田橋、平穏な市民生活の子が撮影されている。この頃、 防空訓練も行わ、すでに戦争の暗い影が。その後、延岡市は太平、戦争で空襲を受け、焼け野原となった。延岡大、重ねの生存者、日高敏子さん、夢も希望もなく、りますから。戦争はあってはいけない。宮崎県、甲市に住む日高敏子さんは、現在96歳。終戦間際、1945年6月29日、20歳で、 延岡大空襲を経験した。軍用火薬、工場などが立ち並び、当時から工業地帯とし発展していた延岡市。上空を覆った爆撃機 B29 にる焼夷弾の攻撃で、市街地は一瞬にして火のとなり、約3800個が被災。一連の空襲で300人を超える民が犠牲となった。のべ大空襲の生存者、火、と子さん。 一つ落とすと、三十くらいに、焼夷弾が分かる。隣に落ちたり、消しに行ったりしていたら、と落ちるから大変だと、父が心配して、日高さんは、両親と、弟二人の家族五人で自宅から大瀬川に、軽あがた橋の下に逃げ込み、全員無事だ。延岡大空襲の生存者、日高敏子さん、あがたの下も、一杯の人でしたよ。油脂弾が落ち、来るんですよ。 油が皮に一杯、火の玉見た、に浮かんでいる。それがくっついて、火傷し、人も見ました。一軒一軒燃えるのではなく、火の玉、バッと広がっては燃え、火の玉が広がっては、の木も燃えて焼けた。あれは忘れられない延岡。空襲では、日高さんが勤めていた、阿賀田国民、こう、現在の延岡中学校も被害に、病気療養中だ。畳日高さんは、 無事だったが、日系2世で、名だから、母方の実家がある延岡に帰り、教弁、とっていた、栗田秋子さんが、消火活動中に命、落とした。25歳の若さだった。延岡大空襲の生存、日高俊子さん、栗田先生が、代わりに、私の組、担当してくださって、明日から行くからね、行って別れて、それが最後でした。校長室に案、されていました。 同僚が、栗田さんの顔を切れ、にお化粧して、涙が出るばっかり。かわいそう。延岡大空襲で命こそ助かったものの、木の実のままの生活となった、日高さん。その後の句を振り返った。延岡大空襲の生存者、日高里氏さん、命が助かって、飛び上がって喜ぶことは、いい。目の前の大変さの方が大きかった。何も、いからね。 戦後の方が苦しいです。生活して、のが、惨めです。20歳の女性の夢や希望を奪い、苦の尊い命を奪った戦争。二度とあってはな、ないと願い続け、76回目の終戦の日を迎えた。って、微宮崎。